帝国戦争博物館は英国の国立博物館組織であり、イギリスに5カ所存在する歴史博物館である。そのうち3カ所はロンドンに所在する K12 洋館ベルファストチャーチル博物館。他にカ所はダックスフォードに所在するダックスフォード帝国戦争博物館、マンチェスターにある北帝国戦争博物館である。第1次世界大戦の記録を残す。 博物館として1917年にロンドンに設置された。年間来館者数は100万人近くが訪れられている。1920年に水晶宮で開館したが、1924年にサウスケンジントンの帝国研究所へ移転し、最終的に1936年に現在の場所、元王立ベスレム病院があった場所に移された。そこから拡張し、 さらに1976年に最初の文館ダックスフォード帝国戦争博物館が公開された。アルフレッド・エムモンド卿、1910年から20年の間に撮影された。1978年にイギリス海軍の軽事務館、ベルファスト、1984年にチャーチル博物館、2002年にインペリアル・ウォー・ミュージアム、ノースが開設された。 2009年8月のアトリウム新しいアトリウム2014年7月ありがとうございます。